安彦義和は、日本の漫画家、アニメーター、キャラクターデザイナー、アニメ監督、イラストレーター、小説家。北海道門別郡に軽町出身。埼玉県所沢市在住。縁軽高校、広崎大学を経て、1970年虫プロ養成所に入りアニメーターとなる。虫プロ倒産後はフリーとなり、宇宙戦艦ヤマと勇者、ライディーン。 超電磁、ロボコンバトラー V、無敵超人山ボットさんなど数多くのアニメ作品に携わるが、中でもキャラクターデザイン及び作画監督を務めたアニメ、機動戦士ガンダムは、その後放映された劇場版とも合わせ社会現象とも言えるブームを巻き起こした。1990年以降、アニメ制作現場を離れて、専業漫画家となり、ナムジ、 虹色のトロツキー、王道の犬など、主に歴史物を描いて、第19回日本漫画家協会賞優秀賞、第4回文化庁、メディア芸術祭漫画部門優秀賞などを受賞した。2001年から2011年まで漫画雑誌、ガンダムエースで連載した、機動戦士、ガンダムザオリジンは、累計発行部数1000万部を超えるヒット作となり、同作のアニメ化作品、 機動戦士、ガンダムザオリジンあやおいひとのキャスバルでは、総監督を務め、約25年ぶりに、アニメの現場に復帰した。1947年、北海道をホーツクカ内エンガル町東社名物に、姉3人、兄2人、妹1人の三男として生まれる。祖,祖父は、福島県伊達郡半田の半田銀山で絵図面描きを、していたといい。 1891年に祖父が、とん兵として、縁軽町に移り住み、開拓を始めた。安彦の父は、東社名淵の発火作りの代表格で、1938年から1942年までは、町会議員も務めており、自身曰く、普通の、裕福でも悲惨でもない農家であったという。幼い頃から3歳年上の兄が飼っていた、 学年誌を読むなどして漫画に興味を持ち、小学校3年生の頃には、鈴木光明の織田信長に惹かれ、川中島の合戦のシーンを自己流でノートに鉛筆書きしていた。漫画はもっぱら友人から借りて読むことが多く、小学校5.6年の頃には、横山光輝の鉄人28号が好きで、ノートの余ったページなどに誰に見せるでもなく漫画を描いていた。 安彦の父はそれを、ポンチエと呼んで、人に見せるなど無邪気に喜んでいたが、母は、そんなしょうもないことしてるんなら家の手伝いをしろと、嫌がっていた。またこの頃を見た、アニメ映画、白蛇伝が安彦が初めて見たアニメ映画であった。小学校6年の時、赴任してきた校長が個展を開くほど絵が好きで、安彦も、絵のみならず様々なことを教わった。康彦は、 中学、高校を通じて、絵の指導を受けたことがなく、アニメの世界に入っても誰かに教わったということがない。ため、僕の絵に、お師匠さんはいないんです。あえて探せば、この校長先生だけですね、と語っている。また、小学校時代には、手塚治虫の漫画の描き方を読んで、剣都市に墨で書くという技法を真似て二十数ページの漫画を描き、漫画師、 冒険王に投稿したこともある。1960年にシャナフチ中学校に入学。この頃、手塚治虫のフームーンに触発され、スパイと女の子が国家権力に殺されるという後の映画、レオンのような漫画も描いていた。中学1年の時、安彦の父が脳梗塞で倒れ、半年間の入院後、安彦が中学2年の時に亡くなった。 1963年、安彦は北海道縁軽高等学校に入学し、同時に安彦の兄も縁軽高校から北海道大学に進学した。兄が進学で縁軽を離れ農家を継ぐ者がいなくなった安彦家は、発火作りをやめる農士一時は安彦の姉が住む優別町に移り住んだ。だが、半年後には安彦の母が家を建て、 エンガルに皆なで戻ったという。安彦はこれを意地だったんでしょう。お袋は夜逃げしたんじゃないとよく言ってましたと振り返っている。高校時代、教師からはお前の兄は優秀だったと比較されることが多々あり、実際勉強も趣味も何をやっても勝てないと感じていた。安彦は兄に劣等感を覚えていた。一方で弁論大会でのスピーチや、 部活の総公式司会などの生徒会活動で顔が知られていたためか、三年の時には生徒会長も務めている。当時の友人が日本民主青年同盟の活動を少し言っており、安彦もその影響を受け査形化したという。中学生頃までは漫画家になりたいという思いもあったが、この頃からそんな夢みたいなことを言っててもしょうがないと諦めをつけ、卒業後の進路には、 内地の国立大学の中で、北海道にはない、お城がある町がいいとして、金沢大学、弘前大学などを希望し、合格した弘前大学に入学した。1966年、北海道遠軽高等学校卒業、弘前大学人文学部西洋史学科に入学。この時、弘前大の同教会で、後の妻となる女性と出会っている。 高校時代の友人の影響で大学でも民生の集まりにも参加したが、やがて活動が型通りでつまらないと民生を抜け、1968年、ベトナム戦争に反対する学生団体、ベトナムの平和を守る会を結成し、ベトナム戦争反対の講演を企画するなど、反戦運動を展開した。当時すでにパターン化していたアジビラや街頭演説、 ファッション化していたヘルメット姿などを嫌い、普通に喋って普通に書くという活動をしたところ、お前の話はわかりやすいとなり、一般学生への説明などに借り出され、全教頭のリーダー的な存在になっていった。1969年1月の安田行動事件では、安彦の仲間が逮捕され、僕だけおとなしく、大学に残って勉強する気になんかならんとして、 授業にも出席しなくなった。同年9月、広崎大本部を全教頭が3週間選挙し、機動隊による封鎖解除の後選挙当初半月ほど校舎にいた、安彦も後に建造物侵入、不退居罪の疑いで逮捕された。この結果1970年1月に、広崎大学から除籍処分を受ける。この時の安彦は、もう終わった。反戦も、 左翼運動もどん詰まり。それまでの22年間、何のために生きてきたんだという思いであったという。保釈後、もう広崎にはいられないと上京し友人の協力もあって、社食屋に3ヶ月ほど勤めた。だが、社食の仕事はどうしても好きになれず、その時にたまたま目にした虫プロの求人新聞広告に、子供の頃に漫画家になりたかったことを思い出し応募した。面接では、 高校時代まで大学ノートに描いていた漫画を見せて合格した。1970年、新聞広告を見て、旧虫プロダクション虫プロ養成所の二期生として入社。養成所教官の沼本清美から、高橋シニアに女の描き方を習え、と言われ、まだ動画マンであったにもかかわらず、さすらいの太陽で作画設定に抜擢される。その後、 先輩アニメーターの進藤光美、同じく新人だった川尻義明との3人チームで新ムーミンに原画マンとして参加。オープニング冒頭のムーミンが逆立ちするカットが初の原画仕事となった。1973年虫プロの倒産後はフリーとなってオフィスアカデミーやサンライズの前身の創映者に活動の場を移す。オフィスアカデミーでは宇宙戦艦ヤマトの 絵コンテ、創映者では、勇者ライディーン、ゼロテスター、超電磁、ロボコンバトラー V などのロボット、SF 作品、ロボッコビートン、ワンパク大昔クムクムといったファンタジー、ギャグ作品などに携わる。ネッカラのアニメ好きというわけではなかった安彦は、学生運動時代の友人から、アニメやってどうすんの世の中変えられるのと言われ、ただの絵描きじゃなく、 責任領域を広げて、やりがいを拡大しないと合わせる顔がなかったとアニメの仕事に罪悪感のようなものも覚えていた。だが1974年にヤマトの仕事を手掛けるようになってからは、西岳吉天プロデューサーの影響もあり、いい大人が本気でやっても良い仕事なんだと感じるようになったという。ワンパクを昔くむくむでは自ら企画書を出し、脚本、演出、 作画にも関わった。この主人公クムクムは1973年に生まれた安彦の長男がモデルとなっている。創映者が日本産ライツになり制作された無敵超人山ボットさんではキャラクターデザインを担当。1978年のサラバ宇宙戦艦ヤマトをもってヤマトとはそれこそサラバだと思っていた安彦であったが、 西崎プロデューサーの強い遺留に愛護のテレビシリーズなどにも参加した。だが1979年に機動戦士ガンダムが始まった際に、ついに電話で大喧嘩してヤマトとタモトを分かつ。1979年4月から放映された機動戦士ガンダムでは、キャラクターデザイン及び作画監督を務めた。だが、テレビシリーズ制作中に病気で5ヶ月ほど入院したため、 全43話中最後の10話には参加していない。その後、映画化された際に、この10話を含めた修正を行ったという。1983年、劇場用、アニメ、クラッシャー上で、初監督を務める。原作の高千穂春香は、安彦の友人でもあり断れる雰囲気ではなかったが、後に本人としては、必ずしもやりたくなかった。 スペースオペラって面白さがいまいちわからなかったと語っている。原作、監督を務めた1984年の巨神、ゴールは商業的に振るわずアニメ屋としての気持ちが切れた。1979年に粒子にアリオンを発表し漫画家デビュー。1986年には劇場用アニメアリオンを自ら監督。 数年間アニメと漫画の二足のわらじを履いていたが、1989年に、v、イノス1 0を監督した以降は、専業漫画家になる。アニメ業界を辞めた理由は二つあり、一つは、風の谷のナウシカや、うるせえ奴らにビューティフル、ドリーマーを見て、そのクオリティの高さにとてもかなわないと思ったこと。もう一つは自ら監督した、巨神、工具を、演出的に盛り上げられず、 能力の限界を感じたためであるという。その後もキャラクターデザイナーとしていくつかのアニメに参加。イラストや小説も手掛ける。1982年にアニメージュに連載したエッセイ、月々の雑記帳の中で、当時その内容をめぐって議論を読んでいた東映の劇場アニメ、フューチャー王 198X 年について批判的な意見を記した。 これに対する読者からの反応の多くが、安彦の主張を確認した上で、それが正しいかどうかは、自分で考えてみるという、真摯なものであることが嬉しかったと連載の最終回で記している。また、安彦は、ことが政治というようなことになると、どうしても、自分の30年の人生、その中での政治体験というようなものが、発言の中身にならざるを得ない。 そういう発言は若い人たちに向けたものとしては、ついつい高飛車な物言いになってしまうとも記している。1989年の V ナス戦記では、お客がそこそこ来たらもう一本作ろうとの思いもあったが、同作品は振るわず、不本意ながらもアニメをやめざるを得なかった。1989年、ナムジで専業漫画家としての活動を始める。その後、 虹色のトロツキー、王道の犬、脱炭台風などを手掛け、第19回日本漫画家協会賞優秀賞、第4回文化庁、メディア芸術祭漫画部門優秀賞などを受賞した。後に、ナムジが日本漫画家協会賞を受賞したことで、漫画家として認められてもらった気がすると、山たける六巻の後書きにて記している。2001年6月、アニメーター時代に、 主要スタッフとして関わった作品、機動戦士ガンダムをコミカライズした、機動戦士、ガンダムザオリジンの連載を、ガンダム専門の月刊誌、ガンダムエースにて、スタートさせる。連載は2001年6月号から2011年8月号まで、約10年間に及んだ。執筆動機について、アニメのガンダムがヒットし一部ファンや、自称評論家が、 ニュータイプが世界を変えるのがガンダムのテーマと発言しているのを耳にし、これは学生運動時代に聞いた革命的な塔を作ったら革命ができるといった観念をもてあそぶような言葉と同じもので非常に危ない。最初に作って裏表知る人間が知らん顔しちゃいけない。当時、どんな考えでガンダムが作られたか自分は知っている。それを描けるのは僕だけだとしてこの仕事を引き受けたと。 いう。二千六年、神戸芸術工科大学メディア表現学科教授に就任。二千十五年三月まで教員を務めた。二千十二年三月、北海道新聞有観において、自らの反省について語った、私の中の歴史を連載。また、二千十三年十一月十一日から十二月二十八日まで、中日新聞、東京新聞有観などで連載されている。 自身の反省やエピソードを綴るコラム、この道を執筆した。2014年5月、OVA、機動戦士、ガンダムザ・オリジンの総監督を務めることが発表された。アニメ制作に携わるのは約25年ぶりである。2019年12月14日、安彦が住む所沢市と、ガンダム関連の書籍を出版するカ,ドカーが主催する。 第5回所沢文化創造会議にて講演を行う。漫画作品には歴史や神話を題材としたものが多い。王道の犬、天の血脈、虹色のトロツキーのように近現代史を舞台として実在の人物を実名で登場させた作品もある。雑誌連載の他にイエス・キリストやジャンヌ・ダルクを題材に全ページ彩色した漫画を描き下ろしで発表している。 本人曰く筆圧が高いのでペンではなく作用筆を使って作画を行っている。ザオリジンでは作品の性格上から一部に CG 処理も導入されているものの数々のイラストレーターの作画が急速にコンピューター化されていく中独特のタッチとアナログで力強い彩色を行う。その卓越した画力は画家ピエール・オーギュストル・ノワールのリトグラフ製作者を 強端せしめた漫画作品の多くは、政治劇を中心とした骨太のストーリーテリングで人気を得ている。劇画が嫌いで、劇画調の科学忍者大ガッチャマニア、ゼロテスターは苦手であった。また手塚治虫の画風もダメだと考えており、自身の画風は長い号の画風が近いと述べている。S 字型に腰を前方突出させた立ち姿を描き、 その独特の色気のある立ち姿は、ファンから、安彦氏、安彦達と親しまれているが、本人曰く、虫プロ在籍時代に習ったとのこと。このほか、アボジ、ネオデビルマン、週刊漫画日本史、第34号、かつ回収などがある。監督作品デザイン作が、演出スタッフとして、参加の作品。ありがとうございます。